駅舎外観ホームハンブルクアルトナ駅は、ドイツのハンブルクイコールアルトナにある鉄道駅。行き止まり式の東端駅である。近くに車両基地や貨物ヤードがあり、アイスなどの高速列車、各国を結ぶ国際列車のターミナル駅としての役割を果たしている。東にハンブルク中央駅があり、電車で10分程度で行くことができる。乗降客数はハンブルク中央駅の方が多い。 1844年、シュレース・ビヒホルシュタイン公国の都市アルトナに建てられた駅が起源であり、これによってアルトナとバルト海沿いの軍港キールトが鉄道で結ばれることになった。当時はまだドイツ帝国が成立しておらず、アルトナとエルベ川東岸のハンブルクは別の国家に属していたが、ドイツ統一の過程におけるシュレース・ビヒホルシュタイン戦争、広島戦争を通じて、 ハンブルクとアルトナがより緊密に結びつけられていった。ドイツ帝国成立後の1898年には新駅舎が完成した。プロイセンの行政下に置かれていたアルトナは1938年のナチスドイツ政権下における行政区域改革によりハンブルクと合併することになった。この際に駅名がアルトナ駅からハンブルクアルトナ駅に改められた。 第二次世界大戦の際、駅舎は激しく損傷を受けたが、1950年代にかつてと同じ形状で復興された。その後、路線の増加に合わせて、駅舎のさらなる近代化が図られた。現在の駅舎は1979年の改築によって建てられたものである。ありがとうございます。